ね。それがねこちらです、はい、アクロメットと言いまして、ね、見て分かるように見える原付バイク用のヘルメット、大阪が作ってる感じやな。そうなんです、大阪の会社が販売していまして、この会社の御曹司がこれを考えたということなんですね。こちらアクロ兄弟、そこまで行ってあんた何考えてるの。こちらが御曹司の2人ということでございますね、はい、はい、というわけでね、これね今は黒と赤なんですけども、今度ね黄色バージョンも発売されるということでございます。じゃあ、この中で一番似合う勝也さん。こちらが来月新しくラインナップに加わるということなんですね。安全性は抜群ということでございますよね。でもまあまあこんな人になんか絡んでいこうとは思わへんもんね。赤信号で止まったから、まあとにかくねこれを見たりとかね笑顔になれるということで、似合う、チャーミングよ。まあ見たりとんどん笑いますからね、また人をこう笑いますからね、今まどかさんが言ってると人を締めとはということですね。なるほど、ありがとうございました。以上、制作急上昇でした。